はい、皆さんこんばんは、キースです。では、いろはにほへと、続きからやっていきます。よろしくお願いします。さあ、次のね、お客さんがやってくるみたいですね。行きましょう。さあ、美男子大会出てくれるかな？お、女性？お、こちらは男性。銀髪かな？銀髪の美男子。ん？左の人は女の人じゃないのかな？入ってきたのは女性客と背の高い男性。やっぱり女性客だ。この人たちも常連さんなの？いらっしゃいませ。どうぞ。あ、こんにちは。あ、こんにちは。やっぱり常連？今度は標的の3と4がやってきた。あ、この人たちもじゃあ候補なんだね。美男子大会の。まさか同日に狙っていた人が4人もやってきてくれるとは、思わず心の中の声が漏れそうになる。あの、こんにちは。ってことは男性なのか？標的だもんね。でも女性客って書いてある。どういうこと？こんにちは。いつもありがとうございます。あ、やっぱり常連さんだ。はい。女性客は恥ずかしそうに目をそらした。席は空いてる？この人は多分普通に男性だな。はい、こちらにどうぞ。少し他の席から離れたところに案内する。気遣いこれ。ありがとう。二人は、あれ、カップルかな？付き合ってんの？いつも助かるよ。いつもね。いつもこういう配慮してんのね。いえ、ご注文はいつものコーヒーとお菓子でよろしいですか？何か訳ありなんですかね、はい、この二人。あ、頼むよ。二人に礼をし、厨房へと注文を伝える。目標3と4。可愛らしい女性のように見えるが、実は彼は男性。あ、やっぱり男性だったんだ。谷崎二郎。画家さんだと聞いている。どこからどう見ても女性にしか見えない容姿をしている。そういう、これ何？癖？癖？癖なのだそうだ。女装かってこと？女性の格好をしないと落ち着かないと以前説明を受けた。その説明をしてくれたのが一緒にいる背の高い男性。森孝。お医者さんだ。あ、医者なんだ。精神科医で心の病気を抱えた人を専門に見ているそうだ。谷崎さんの担当医で、こうやってここで彼の話を聞いてあげている。あ、担当医なのね。一人で来ることもあるが、大概は谷崎さんと一緒に来る。谷崎さんが怪しく思われないよう、私たち女給にも丁寧に説明してくださるいい人だ。大勢の人が苦手な谷崎さんのために、少し離れた席に案内するのが暗黙の了解となっている。ああ、そうなんだ。なるほどね。彼らもかなりの美男子だと思う。機会を見つけて声をかけたい。さっきは見事に失敗してしまったので、今度こそ。あ、でも谷崎さんは、人混みとか苦手なんなら無理じゃないか？美男子大会出るのは。コーヒーが出てくるのを待ちながら彼らの様子を伺う。最近調子はどう？はい、実は少し良くなくて。そう。この間の薬は効かなかった。すみません、せっかくお作りしていただいたのに。いいんだよ、気にしないで。じゃあ少し強い薬に変えるけど、いいかな？はい、よろしくお願いいたします。夜は眠れている？はい、時々眠れない時もありますが、おおむね。そうか。では今回の薬を試してみて、また様子を教えてくれる？はい、ご迷惑をおかけします。何言ってるの。君は患者なんだから当たり前じゃない。なんかめちゃくちゃいい医者っぽいな、この人。裏とかないのかな。実はドSとかないのかな。森先生、なんていい人なんだ。ちょっと怪しいな、これ。この強調ぶり。いい人。なんか裏ありそうだけどね。偶然聞こえてきた話とはいえ、少し感動してしまった。ちょろいな。泉さん、
ちらのお席に持って行ってくれる？はい、喜んで。あ、はい。そうこうしていたらコーヒーができたようだ。これ店長が作ってるの？あ、そっか、言ってたな。でも店長よりうまいんだっけ、泉ちゃんのコーヒーの方が。お待たせいたしました。わあ、ありがとう。どうぞ。今日も美味しそうだね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。あの、今日もご苦労様です。いいえ、そんな。え？あ、ありがとうございます。谷崎さん、谷崎さんいい人だな。谷崎さんはなぜか恥ずかしそうに私から目をそらした。え？何？もしかして好きなの？今日の焼き菓子は一段と美味しそうだね。お、そうですか？はい、料理長の自信作だと思います。そうなんだ。それじゃあ期待できるね。どうぞ。よし、いい感じに話ができている今だ。言うのか？実はお二人に少しお話があるんですが。何かしら？美男子大会に出てください。女給さんからお話とは珍しいね。美男子大会に。いきなり美男子大会に出てください。と言ってしまうと惹かれてしまいそうなので。あ、ワンクッションね。お二人は表に出るのはあまりお好きではないですか？それは、外ということかしら。人前ですかね。まあ、外でもあるけど。そうですね。そんな感じです。はぐらかしてんな。私は外に出るのは苦手で。ごめんなさい。まあ、やっぱりそうだよね。ここのカフェに来るのが精一杯なの。ああ、もうそれは、無理強いできないわ。谷崎くんは人目が苦手でね。慣れた場所でないと不安なんだよ。じゃあ出れないね。そうだったんですね。すみません、知らなかったとはいえ失礼なこと。いいのよ、私の問題だもの。そういう僕も表舞台というのは苦手だね。あら、森先生も。そうなんですか？意外です。先生は大学で時々講義もしているでしょ。お、そうなんだ。偉大？ああ、頼まれたらね。でも本当は苦手でいつも緊張しているんだ。ということはお二人とも人前は苦手ということですね。ああ、じゃあ無理か。二人ともどうかしたの？ちょっと美男子大会がありまして。あ、いえ、何でもないんです。あははは。何か聞きたいことがあったんじゃないの？んー、でもまあ無理か。これみんな無理じゃん。前の二人も無理だったけど。大丈夫です。ごゆっくりお楽しみください。んー、どうしようかな。本題前に玉砕。推しが弱いな、泉ちゃん。人前が苦手と言われて大会のことを言える雰囲気ではなくなってしまった。こんなことなら遠回しに聞くんじゃなかったかも。勢いで言ってしまえばよかったと思ってももう遅い。ここで候補が4人消えてしまった。ちょっと待って、早くね。あと2人しかいないじゃん。夕方、だんだんと客足が落ち着いてきて、店内のお客さんもまばらに座っている。この時間にもしかしたら、お、誰か来んの？候補残りの標的がよく来る時間だ。お、あと2人、最後の2人、いらっしゃい。今眩しい。お、来たぞ。糸目系イケメンじゃないですか。左の人はなんか雰囲気あるな。怪しい男。左の人かな。こんにちは。いつもの席空いてますね。商人なんだ、右の人。入ってきたのはただ者ではない雰囲気の男の人と商人風の男性。あ、はい、この二人が標的か。確かに美男子だ。あ、はい、どうぞ。うん、ありがとうございます。注文はいつものコーヒーでよろしくお願いします。二人ともなんか商売やってるのかね。商人風の男の人はひらひらと手を振って慣れた様子で奥の窓側の席に歩いていく。その後怪しい男の人がついていく。怪しい、いつもの光景だ。
あの二人は人が少ない時間にやってきて、いつも窓側の人目につかない席に座る。なんなんだろうな。怪しいな。殺し屋かな。注文もコーヒーのみで、来店時に告げて座るため注文を取りに行ったことがない。そんな、そんなあれなの、関係が希薄な人に頼める?何をしてるかわからない謎の二人組。私の標的、5と6だ。この二人に関しては、全く情報がない。そんな状態で行けますよ、美大大会出てくださいって。無理でしょう。いつも何かを話しているが、何か難しいことを話しているようでよくわからない。この二人も相当な美男子だろうと思う。もう確かに美男子だけど。そして難易度が一番高い。分かってんだ。よし行くの?コーヒーを持って行った時に少し話をしてみよう。意外と優しい人たちかもしれないし。ポジティブ。おい。この間の損失はどうしてくれる?なんだ、損失?株か?ああ、あのことですか。株やってんのか?投資家か?あのことっとは、随分だな。こっちはそれなりに被害を受けているんだが。分かってますよ。そんな怖い顔で睨まないでくださいよ。だったらお前の力で何とかしろ。それができたら、こんな商売してないですよ。こんな商売?どんな商売だ?はいはい。埋め合わせはさせていただきますので。破ったら殺すめっちゃ不穏じゃん。行きに行くこれ。あなたもしっかり仕事はしてくださいね。この雰囲気で行けるか泉ちゃん。行けんのか。無理だなこれ。なんだか行くに行けない雰囲気。やっぱり何の話をしてるかわからないが、空気が不穏すぎる。そうね、殺す殺さないって言ってるからね。やはり、怪しすぎる。困っている私に気づいた商人風の人がニコッと笑って手招きする。すみません。来てもらって大丈夫ですよ。商人風の人はちょっともう柔らかい雰囲気だけどね。怪しい男の人の方はもう完全にちょっと近寄りがてえな。あ、はい。でもああいう人が実は意外と優しかったりするからね。お待たせいたしました。ありがとうございます。そこに置いておいてくれたら、あとは勝手に飲みますから大丈夫です。あら、気さくですね。かしこまりました。話す暇もなくコーヒーを置いていけと言われてしまった、うん、怪しい男の人は私には目もくれず外を見つめている。あら、興味なしか。早くここから去れと言われているようだ。それにしても顔が整った人たちだな。いけないと思いながらついつい見てしまう。どうしたんですね。ちょっとね、美談しすぎてですね、お二人が。あ、いえ、何でもありません。しまった。またついつい見てしまっていた。目の保養に。僕が男前だからってそんなに見つめちゃ嫌ですよ。あら、自分で言う。あ、こういうあれなんだ。ふざけるタイプの人なんだね、商人さん。この人もなんかちょっと裏ありそうなんだけどな。申し訳ございません。まあ、糸目キャラって大体裏があるからね偏見かな。本当に男前だと思って見ていました。申し訳ありません。この目が開いた時に、ね、多分本気モードになるんですよね、うん、謝らなくて大丈夫ですよ。女給さんみたいに可愛い方に男前だと思ってもらえたなら嬉しいです。あら、結構うまいじゃない、口が。え?その反応も可愛らしくていいですよ。おっと、この人モテ男だな。あら、怒ってるな、これ。怪しい男性が無言で商人風の男性を睨む。圧かけてるわ。やだな。そんな睨まないでくださいよ。お前もそれを置いたらさっさと行け。はい、喜んで。全く喋らなかった怪しい男の人が急に喋ってもらえたから、思わずびっくりと震えてしまった。こらこら、中原くん、君の声怖いんだから、そんな風に言っちゃダメですよ。中原くんって言うんだ。尾崎、お前はいちいちうるさい。尾崎さん、右の人が尾崎さん、左の人が中原さん。
連れが脅かしちゃってごめんなさい。名前の情報をゲットしたな。いいえ。とりあえずそれ置いてくれると助かります。はい、ごゆっくりどうぞ。これとても美男子大会のこと言える雰囲気ではマジでない。コーヒー置いて逃げるように厨房へ。びっくりした。まだ日にちあるんだっけ。ちょっとまあ何回もトライするしかないんだね、これはめげずに。ジロジロ見すぎちゃったな。ちょっと美男子すぎて。まさかあんな展開になるなんて。あの二人は最初から風に入れちゃいけなかったのかもしれない。危険な香りがする男たちだわ。でもそこが魅力的。でも今日初めて名前が分かった。尾崎さんと中原さん。たったそれだけの情報しか手に入らなかったけど。大進歩大進歩。さあ、これで6人全員出てきたのかな。6キャラいるみたいなんでね。だいたい1時間ぐらいらしいですね、1キャラ攻略が。はあ、やっと1日が終わり、店じまい。お疲れした。片付けをしながら疲労とは違う意味でため息が止まらない。はあ、全然美男子大会の候補がね、決まんないもんね。結局誰にもきちんと声をかけられなかったな。でもまだ初日だ。あ、そうね、まだ時間あるんだね、猶予は。明日からまた候補探しの声かけを続けてみよう。大丈夫。まだ始まったばかりだ。